ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。刻んで行こうぜ。招集所のじいちゃんかばあちゃんかわからない人、めっちゃいる。今日の動画なんですけど、はい、はい。それさ、不思議なものが届きましたよ。不思議なものね。早速、出していきましょうか。こちらです。でれん。急に届いたんです。ダンボールに、シダスと書いてあります。絶対案件よ。やでしょ？シダスを紹介してください、うん、とまあ連絡が来ました。わかりました、うん、って送ったらこれが届いたんです。雑雑じゃん。雑だね。この雑な感じも動画にしちゃおう。正直僕ら今これ何が中に入ってるかわかんない。ガチでわかんないやつやね。うん、ガチでわかんない。ガチでわかってないですよ。まあまあ重い。そこなんだよね。うん、何入ってんのみたいな。この箱の中身を、まあ、開けていくと、まあ、そういった動画です。うわ、めっちゃおもろいわ。本当に。うん、いや、めっちゃおもろい。めっちゃ楽しみ。どうする？開けた途端俺らじいちゃんになっちゃったら。そのネタおもろないって。二人で動画回ってない時にさ言ったじゃん。おもろくねえし。もう言うなって。じゃあ開けていい？実験サムネ撮る。セルフ BGM。 しかも何でも噛んでんのちょっとずれてるよね。今の若いか分かんないんじゃない。いっぱいあったね。どういうこと？怖っ。最初じゃん。これは安定した走りへ。まあ、まあ、インソールだね。うんうんうん。インソール入ってました。1個目。2個、2個、3個、3個、4個、5個、6個。誰がグループ系 YouTuber やよこれ。いや、人いすぎだろ、ね、プレゼント企画しろってこと。安定した走りの 3D プロテクトインソールと間隔が入るインソールだ。いや、もうちょっとあるんですよ。来ました、うん、ここか。ふくらはぎサポート的なやつだ。青がいいです僕。俺には選ぶ権限がないんだよ。まだあります。うわ嬉しい。靴下3点セット。うわ靴下4点セット。ここだった。ここ。ああ、さらに靴下5個。よーる。靴下は今年これしか履くなかった。こちらで以上になります。すごいな。シダスランニングソックス、ランフィール&トレイルプロテクト。アンケートで 96% がまた使いたいと答えたシリーズ。4%ただのひねくれ者だよ。サイズの狭間の方でもフィット。シダスのソックスは薄型設計。高機能シューズやインソールの効果は分厚いソックスではその感覚が損なわれます。ソックスは素足とそれぞれのパーツをつなぐ重要な役目。ランナーはソックス選びそこそこ分かってほしい。え？いきなりどうしよう。そこそこ分かってほしい。選びにこだわってほしい。ああ、前の間違いだ。俺の間違い。次こちら、はい。特徴。アンケートで 96% だ。 4% のひねくれ者おるやん。 4% のひねくれ者が絶対おる。ポリジンを使用しているため、こないだポリジンの案件をインスタグラムで知ってすごっ。何なのかって分かんないじゃん。汗かいても匂いが発生しない素材ですよっていう。ああ、なるほどね。これマジで本当に匂いしない。俺の足の臭さ分かるでしょ。みんなも分かるでしょ。まあね、周囲半径 50m は 50? 俺の靴下が、はい、ガチで練習後汗だくになった靴下入会なのに本当に匂いしない。ポリジンはマジですごいです。すごいんだ。俺水色。うん、じゃあ、うん、権限がないんで。程よい着圧感覚。大体程よいな。毎日使える。生活で、むくみ防止にも。あら、スムーズな着心地で一歩が自然に出る感覚。これアンケートはなしです。なしか。まあでも伸縮性とタイマー毛性に優れ、うん、自然なコンプレッションで快適性重視乱用カーフ。冬僕寒いの苦手なんで、やっぱこれがまた、うん、カスタムインソールではなく、うん、まあ、市販で買えるよっていうインソールですね、はいはい、その前になぜインソールが必要か言っていきたいと思います。理由1、現代のシューズは生産効率やコスト面から化学素材を使用し大量生産されます。足に馴染むことは期待されていません。高機能インソールは足とシューズの中立ちをし、フィット感を高めます。理由に、地面からの衝撃を受ける足。舗装された硬い道路から受ける大きな衝撃は想定外で、足の構造や骨、筋肉などに多大なストレスを与え、高機能インソールは地面からの強い衝撃を吸収し、ストレスを軽減します。歩行では体重の 1.2倍、ランニングでは3倍になると言われる運動による衝撃は、足裏にストレスを増大させます。高機能インソールは足の運動エネルギーを失うことなく、ストレスからガードします。高機能インソールはアーチをサポートしながら動きに連動、本来の機能を維持します。アライメントの崩れ。アライメントの崩れはトラブルを発生させる原因となります。高機能イン
インソールはアライメントを整え、トラブルを発生を抑えることができる。まあこれがインソールの主な役割。チェーやん。ダッシュで行こうぜ。シダスインソールが大事にしていること。 You don't feel it。 日本語で言え。存在を忘れさせる快適さ。うわ、インソール使ってたっけって忘れさせるぐらい違和感がないよってことだ。ジュディゲバイフィーリング。ジャッジっぽいね。ジャッジか、うん、ジャッジバイフィーリング。使用感で最終評価。最も重要なことはシューズとソックスの相性や実際に使用した時に期待通りのパフォーマンスが得られるかどうかで、最終評価はあくまでも使う人のフィーリングを大事にしております。サンクスってのは使いたい人が使うべき、うん、いいもの。そうだね。もう、うん、これはいいものだね。マジで。これを疑うやつは 4% しかいなくて、ただひねくれものだから、これを疑うやつらは。安定のインソール。安定と衝撃吸収で選ぶ。ランニング初心者からおすすめのインソール。ヒールカップ形状がしっかりしているので、ポロネーションの防止に有効。ユーザーの声。足底の負担が軽減される。推進力がいい感じ。内側に倒れ込むのが防げる。ポロネーションが強いと測定って痛みやすいですから、厚底シューズって。ポロネーションが強いのは、めちゃくちゃ多いので、そういうところもしっかりサポートしてくれます。うん。しなやかさと軽さで選ぶ。感覚が入る方です。片足 39g の軽量設計。ソフトな作りで足裏感覚を妨げない。前足部のラバーが力強く踏み込むたびに高い反発力を発揮。アンケートよりペースを上げて楽に走れた。足底の痛みが軽減した。インソールを変えても違和感なく快適に走れたっていうのが、まあざっくり今届いた商品になるんですけれども、はいはいはい、今すぐ試して。これはね、ちょっと試したいね。市販のインソールということで、これもね、どんぐらいこう違和感なく、うん、本当にこうアンケートの声の通りに履けるのかを TKD の練習動画で撮っていけたらなと。行きましょう。前に行きましょう。ダッシュで行こうぜ。会場について練習の準備中で、どうきつさ的な。僕高校生時代中二病だったんで、こういうのめっちゃつけてたんですよ。マジで膝痛めてたから、膝のサポートとかもつけてた、はい、でも、はいはい、かっこいいと思ってた自分で。マジの理由でつけてたけど、マジでかっこいいと思ってた。なるほどね。これが今日履いていくやつ。うん。でこれね、もうすでにシダスさんに出てます。出てるって言い方やめて。嫌だな、その言い方。いやいや違う、うん、カスタムインソール。ああね、前回ね、そのシューズで作ったんだもん、はい、そうです。実際、ずっと履いて使ってみて、どうだった？馴染んだ？違和感がゼロ。フィッティングが良くなるから、インソール入れることによって、ちょっと重くなるんですよ、うん、なんだけど、フィッティングが増してるから、重く感じない、軽く感じる。今回このネクストテンポっていう、かなり使い込んでるシューズなんですけど、これね、どっちかと言ったら、プロネーションというか、ぐらつきが結構強いシューズなので、それをどこまで抑えてくれるかっていうのもすごい楽しみ。プラ2セットにしようか。今日は34度です。日差しも強いね。見てよ、この快晴。すごいな、この青。中央のこのバックはあれだからね。完全に、マジックミ。表になる。してた？水色は女性に安心感を与える色の。やっと動画のカラー水色で。もう全部。全部水色。はい、安心しろ、お前ら。安心しろ。俺と遊んでも何もないよ。なんか安心できる体型してるしな。1セット目と2セット目で分けようと。変えようかな。ああ、なるほど、うん、ごめんなさい、実は一昨日試合でして、昨日もウェイトしちゃって大事に行かせてもらいたいと思います。はい、ちょっとアップしてきますんで、はい、お待ちください。はいはい、行ってきます。アップ中、まあ、いつものね格好にレッグウォーマー的なのをつけるだけでめちゃくちゃ強者感増すね。超強そうに見えるわ。強そうだけどさ、ワンちゃんこうしたら JK な。俺あれかな、疲れてんのかな。暑くてもいけるわ。あ、ほんと、うん、これはなくていいけど今は、うんうん、通気性もいいみたいなね。てかさ、靴下も使わせてもらってるんですけど、シダスさん、もちろん。はい、グリップが前足部分とかかと部分、シルバーのとこなんだけど、うん、しっかりグリップしてくれるので、ブレもかなり抑えてくれます。なるほど、うん、シダスアルティメットセット。ででーん。いや、なんか足やっぱ綺麗だから、毛履いてなかったらマジで抜け。最近俺何こと話してない。最近俺話してないんだ。インソール入れました。でねーということで、かっこいいかっこいい。かっこいい、うん、違うやつだけど、説明しやすいからこれ説明する。この辺すごく感じられて、アーチが下がんないように助けてくれてんのが履いて、うん、もう一瞬で分かった。癖がない、それが一番いいよね。最高の褒め言葉に今からいきますよ、うん、シダスさんいきますよ、いくよ、うん、いくで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 、はい、ナチュラル。おナチュラル いただきました。ちなみにナチュラルはあれです、ヨシキの人生のテーマです。テーマです。ってことで、ちょっと体が動かなすぎるので203本に1セット目は変更しようかなと。はいはい、じゃあ今日なんでこう変えたかとか理由も顧問の先生に言うように。先生今よろしいですか？2日
日前試合あって、で結構疲労がちょっと今日残ってて、昨日もしっかりウェイトで下半身追い込むことができて、はい、まあ、ちょっと今日テンポ走でいいアプローチできようかな、できそうかなと思ってたんですけど、ちょっと予定してた3ぐらい2が体的にきついので、少しだけスピードピッて上げてちょっと距離短くして押したいなと思ってます。ほうほう、よろしいですか。それでいいなら、しっかり自分の目的と意図があるんだったらそれでよろしい。よろしいします。ちょっと走りだけ見ててください。はい、すみません、よろしいします。はい、失礼します。じゃあ、うん、故障してしまった。ダッシュで行こうぜ。風気持ちいいな。周平にとっては向かい風ですけど。スタート。1本目が30秒でいく。さあ、ゆったりとしたフォームで、すごい綺麗なフォームですね。まあ、今日の練習メニューの目的は、ランニングフォームのボディコントロールと、まあ、基礎体力作り。まあ、レベルアップというよりは本当に基礎作りっていうところですね。さあ何秒か、まもなくゴール。7秒9。早っ。今のゆったり感で7秒9。いや、それはすごいわ。ジョギングしてた。ジョグだったね。素晴らしい。27秒台でもう一回いく。なんか俺カスタムインソールよりこっちの好きかもしれない。マジで？あ、ガチ？そういうね、意見も大事。守られてる感が、プロネーションを防ぐみたいな話あったじゃないですか。ああ、こっちの方が守られ、あの、防げてる感ある、やっぱり。すごいね、それ。めっちゃいい。目的通りの仕事を果たしてる。そう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 。はーい。固めて解放。さあ。いやー、でも、フォーム綺麗だな。こう、わかります？この洗練されてる感じ。やっぱやってるよね。3年前の TKD のこの腕振りと見比べてみてほしい。ちょっとあったら載せます。めちゃくちゃ変わってると思う。いや、本当に綺麗。うん、一昨日レースやって昨日筋トレで追い込んだ動きではないですよね。素晴らしいと思います。一応僕の手元で7秒5です。はい、素晴らしい。めっちゃ走りやすいわ。あ、本当に。お、変わる。いい。そう、そんな変わる。そんな変わるんだ。うん、違う。1セット目ラスト1本。はい、行きます。頑張ります。固めて解放。さあ行きますよ。スーッと進んでいく、この無駄のない洗練されたフォーム。いや、ほんと綺麗。美しい。腕振りがマジで変わったよね。無駄がない。ちょっと邪魔邪魔。みんなの公演だからさ、こういう発言をするとさ、俺が悪いってなるからさ、みんなには聞こえないように言うけど。ダッシュで行こうぜ。なんだ、6秒よ。6秒よ。上げてるんであるけど、無駄な力を使ってない、すごいいい推進力がある走りしてます。ということで203本今終了しまして、1セット目はこちらの安定感を重視したインソールの方を使用させてもらったんですけど、先ほども貼ったんですけど、この土踏まずあたり程よい硬さっていうのが、うん、履いた瞬間から分かって設置が安定するっていうのは、まあ、ここがすごくポイントになってるのかなっていうのは、うん、今回感じました、うんうん、つけて総合的に走ると、まあ、今カスタムインソールしか比較対象がないので、うん、そっちを比べますけど、そっちより安定してるなっていうのは、あー、なるほど、正直、うん、感じました。はいはい、僕は今回中足部分から前足部分の方しか設置使ってないから分かんないですけど、女性ランナーとか走りたての人とかはやっぱかかとの方でつく方もいらっしゃると思うので、うん、その人たちもこの優しさっていうのは、うん、構造から感じることもできるんじゃないかな、うんうん、っていうのはなんとなく感じました。ダッシュで行こうぜ。次がこちら。はい、洗練された足裏の感覚という。よし、好きそうな。まあそうね、感覚重視の。この仕事させてもらってからインソールさ、フリルやったけど、うん、気にするもんな、長距離選手ってインソール。めっちゃ気にする。だって俺は学生の時足裏の怪我が多くて、結構市販のインソールつけてたもん。あ、そうなんだ。うん、ゼビオで買ってて、でその店員さんに一番クッション性のあるインソールどれですかみたいな。あ、聞いて買ってたんです。そうそうそう。でやっぱりそうやって一つ一つインソールとかもこだわったり、ランニングシューズとレーシングシューズを分けるようになってから 5000m14 分台で走るようになったし、本当に陸上のアイテムをただ変えるじゃなくて、自分の意識でアイテムが変わってくっていう風になってくると、見てる学生さんたちも記録は伸びるんじゃないでしょうか。こういう動画を見て俺も使ってみようとか。俺いつからそんな足裏こだわりになったんだよ。よーら。何ダサ。確かに薄く感じるか、ちょっと。うん、おー、うわー、はい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 。1セット目のインソールとより1セットの方より馴染む感覚がある、うん、馴染む、安定ではなく、はい、馴染む馴染む。うわ、いい言い方した。
いい言い方した。白瀬さん今喜んでる、うん、そう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 、それそれそれ言ってそれ言ってって今白瀬さん言ってる。ダッシュで行こうぜ。さあ2セット目ですね。さあ2セット目。さあシダスのインソールも、安定から、感覚インソールに変えました。さあどう変わっていくのか、そこも楽しみです。まあ、視覚的なフォームに関しては、まあ、1セット目とさほど変わりはないですね。まあ、本人の感覚がどう変わっていくのか、この辺聞いていきましょう。さあタイムも気になるところですか。26秒差。おお、最速、ここに来て最速。いやでもマジで馴染みが自然と足感覚の問題なんだけど、これって、うんうん、流動させてくれてるとかじゃなくて足感覚が早く行こうみたいな、はいはいはい。あでもちょっとその表現俺にはちょっと伝わるな。わかる。ベイバーフライの転がるアシストと。ああ、そうそう、そういう感じっすよね。うん、あそこまでのアシストがこうガッタ入ってるわけじゃないんだけど、そこ行くよみたいな、うん、行くよっていうね、っていう感覚ですよね、うん、さっきのやつが安定、今が馴染む、これは、うん、今んとこ好みだと思う。初心者だからとか、うんうん、トップアスリートだからとか好みだと思う。いやもう完全にポケモンで言うとダイヤモンドパールみたいな、そこまでじゃないやっぱ店舗に行けばつけれる、うん、多分ね。はい、そうだね、多分ね、だから安い買い物じゃないから、うん、6000ぐらい、うん、高い買い物だから、できればネット通販じゃなくて、うん、履いて確かめてほしい、僕の履いた人の気持ちです。うん、なるほどね。さあ2セット目の2本目ですね。がっつりリカバリーそんな取ってるわけじゃないけど、あの昔の体力がなかった TKD の面影はないですね。もう全部走り安定しててフォームも美しい、うん、素晴らしい。2本目も素晴らしいです。タイム25秒9。おお、どんどん行くね、どんどん上がっていくね。行けって言うんだもん。行けって言うんだ、言うんだもん。おお、もう一人の僕が、もう一人の僕。2セット目の3本目ですね。溜めて解放。さあ行った。でもあのちょっと着目忘れてましたけど、この足履いてるソックスのレッグウォーマー、今日34度でめちゃくちゃ暑いはずなのに全然本人が気になってないってことは、本当に通気性があってこちらもまあ暑くないんでしょうね。さあラスト最後しっかり美しいフォームでまとめていきたい。さあゴール。さあタイムは25秒4。うーわ、めちゃくちゃ内容よ。ダッシュで行こうぜ。これは全てなんじゃないの。まあそうだねいいに決まってるじゃん。うんうん、すごいわ。でも本当に暗すぎる。いや最後は水色で締めたいな。あ、さああのあんじゃどうぞ座ってください。え、座ってください。あ、いいですよ、もう好きなところ。彼氏待ってるんで外で。あ、いい、あの大丈夫です。あのここ中から見えますけど外から見えないようになってるんで。そうなんですか、うん完全にマジック違う違う違うか、脱いだら5万とか言われると思ういや、お疲れ様でした、本当に。お疲れ様でした。2つとも良かったという。大きな僕の感覚の違いというと、やっぱりこっちの方が入った時のフォルト感が安心感、うん、こっちの方が圧倒的にあったと。圧倒的なんだ。圧倒的にありました。中速部からやや後ろの方、うん、アシストがよりこっちの方が感じた、うんうん、だからアーチを避けたくないんだろうなっていうのは入って分かったっす、ね、あ、なるほど。こっちは、うん、はい、あ、こっちも今入ったばっかりなんですけど、やっぱ馴染む、ここの中速部から測定のアシストがなく感じる分、変速部のアプローチがちょっと感じる、だからそれがなんかこう進む感覚に近いような。なるほど。まあよりフラットで感じれたので、うん、皆さんの好みで、うん、初心者でもこっちの方が良かったらこっちいいし、うん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 、じゃあ上級者だったら僕はこっちがいいし、うん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 、上級者って言っちゃ悪いけど 100m10 秒とか11秒で走る人でもこっちの方がいいし、うんうんうん、っていう感覚だったのですごくいい将棋でした。はい、前回の動画で、これ以外のカスタムインソール、インソールよりもまあ多分倍ぐらいの値段はしちゃうとは思うんですけども、はいはいはい、うん、まあそちらもね、あの本当にあの素晴らしいインソールの内容になってますので、はい、うん、まあ、あのこの動画と、まあ、前回の動画、まあ、見比べてみて、ちょっとあの興味ある人はシダスのインソール試してみてはいいんじゃないでしょうかということで、うん、レビューもめちゃくちゃ濃かったし、練習内容もすごい気持ちいいかったし、今日の動画はなんか気持ちいいですね。気持ちいいですわって誰。木崎用のおやじ。あ、行っていいよ。え、俺としてないです。短血気、短血気、気持ち。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。
あ、こっちだ。